提督の皆さんこんにちは、マイゾルのボルシチアです。12月6日の、蓬莱激戦まであと今日入れて 2,3,4,5,6 あと5日で皆さんに会えるの楽しみにしてます。今回はですね、やっぱコロナの影響でちょっと人手は少ないと思います。で、行列が万が一できた場合、すいません、ちょっともうボルシチの方人気なんで行列できないようにお店の方も頑張りたいと思いますけれども、もしできた場合はこういうのを考えてみました。舞鶴カニ並び、はい、この図のように並んでもらうと、行列ができてもソーシャルディスタンスは守れるんじゃないかなっていうふうに私一生懸命考えました。はい、こんな感じで並んでもらったら少しでもこのリスクは回避できると思ってます。舞鶴のお店 の皆さんも、本当に一生懸命考えてですね、新型コロナウイルス対策は取ってるんですけれども、やっぱ来られる皆さんも十分気をつけて来てください。非常に不安な中での開催なんですけれども、私としてはもう本当に皆さんとお会いしたいし来てほしいと思ってます。本当にね、もうちょっとどうなるか分かんないんですけど、少なくとも私たちは万全の体制をとってお迎えしますし、心から歓迎してお待ちしてますし、私自身も皆さんにお会いしたいと思ってます。というわけで、ちょっと大変なご時世ですけれども、本当に心の底からお待ちしてますので、ソーシャルディスタンスを守りながらコロナ対策万全で来てくださいますようによろしくお願いします。舞鶴カニ並びで並んでください。お待ちしてます。